皆様ごきげんよう。29年間365日毎日着物を着ております、着物アドベンチャー香りでございます。今日は天使のささやきと言われているグラスハープ奏者の大橋優さんをゲストにお迎えしております。グラスハープ奏者として日本でプロとしてご活躍なさっているのは大橋英二さんだけなんですよ。楽しみですね。それではレッツビギン。皆様はグラスハープという楽器をご存知ですか？グラスハープの元となる楽器は紀元前2300年前からあるんです。陶磁器に水を入れて棒で叩いていたらしいです。グラスハープはグラスに水を入れて手でグラスの縁をなぞるようにして音を出します。それはまるで天使がオルガンを弾いているようだと言われています。今日は天使のささやきと言われていますグラスハープでは日本で唯一プロでご活躍の大橋英二さんをゲストにお迎えしております。大橋英二さんはグラスハープ以外にもマリンバや打楽器奏者としてご活躍中です。詳しいことは概要欄をご覧くださいませ。今日は英二さんに私のバカラコレクションのグラスで演奏していただき、インタビューをさせていただきます。いつもはワイングラスで演奏なさっていますが、今日はシャンパングラスで演奏していただきます。シャンパングラスの口は小さいので共鳴しにくいので、普段はシャンパングラスではなさらないということなのですが、今日はあえて難しいシャンパングラスで桜を演奏していただきます。グラスでチューニングなさっている様子をご覧ください。では今から、7つのグラスに、お水を入れながら調律をします。このまま入るんですね。はい。お水を入れると音程が低くなります。本当ですね。入れると出せないじゃないですか、今なかなか貼ってあるから。すごいですね、感覚でもわかるんですね。そうなんです、今倒れないようにちょっと固定をして。本当だ、綺麗な音律。はい、ちょっと入れすぎてしまったので。あ、出しましょう。はい、はい、すごい、それもお持ちなのね。たくさんあったらその方がいいですよね。はい。うわ、綺麗な音。それじゃないけどね、本当はね。はい、大体できました。で、それで手でなぞるわけですか？そうなんです。はい、それで次は手を洗いに行きます。はい。すっごくよく洗います。2、3回洗います。それはなぜそんなに洗わなくちゃいけないんですか？油分があると音が、摩擦が起きないので音が出ないんですよ。油分があると摩擦が起きない。なんか油分がある方が良さそうな感じです。滑りやすくてね。そうですね、滑ってしまって摩擦にならないので。あ、摩擦ってことは私、はい、抵抗がないといけないってことね。そうなんです。はい、なのでハンドクリームやヘアクリームや、そういったものが指についてるので、そんなにしないと取れないものってことは、やっぱり私たちが今そのコロナで手洗うじゃないですか、はい、その適当に洗うと取れてないってことがよくわかりますね。そのおっしゃるような、その何回も洗わないと取れないって、ただあのクリームごときでもそれだけ取れないってことですもんね。そうなんです、1回目手洗ってもあんまり泡立たないので。あ、そうですね、純石鹸で洗ってるんですけども。指1本ずつをこうやって洗います。あ、
そうするとキュンキュン、あ、キュンキュンっていうの、あ、あれがまた摩擦になるんですね、よくね。摩擦が起きるかなっていう。キュッキュッていうまで洗います。はい。じゃあ、手を皆さん、手を洗いましょうね。あとで、なんか私もできるようになるために先生教えてくださいね。はい、素晴らしいですね。今コロナで皆様も手をよく洗われると思いますけれども、グラスハープでは演奏前にしっかり手を何度も洗って油分を取って演奏なさるそうです。実は昨日私もいらっしゃる前にちょっとどんなものかなと思ってやってみたんですけれども、1ミリも音が出ませんでした。今日はエリ先生に習って私もグラスハープに挑戦させていただきます。はい、そうです、つけた方がいいですね。で、まあしんです。あ、出てます、出てます。ゆっくりと丸くこすります。そうです、まあしん。そうですね。あ、はい、ちょ、出た。出ます、出ます。丸く丸く、もう、一周角ぐらいの感じ。そうです。音出ましたよ。でも先生がいらっしゃらないと絶対出ないけど。よかったです。ありがとうございます。今日はでも私のそのやりにくいシャンパングラスでもありがとうございました。もうシャンパングラスで普段は演奏しないんですけれども、うん、筒が細いの ですよ、ね、なかなかなりにくいというところはあるんですけれども、工夫をすればだんだん少しずつ、響いてくれるというのが分かっていたので、私もすごく楽しかったです。ありがとうございます。次はワイングラスでエリ先生に第九を演奏していただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日は美しい天使のささやきの音を出されるグラスハープの大橋エリ先生にいらしていただきました。ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。本当に美しい音色で、私は昨日いらっしゃる前に私のそのバカラのコレクションで奏でてくださるということで練習してみようと思ったので水を入れたんですけど1ミリも動かないんですね。もうね、何の音も出ない、キューキューもないんですね。で、今日先生にしていただいたら
美しい音色も出たんです。そのあたりも含めて先生にお伺いしたいと思います。ありがとうございました。今日は本当に2曲、素敵な音楽、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの美しいグラスハープなんですけど、どこで先生は出会われたんですか？はい、私はあの音楽大学の打楽器科で勉強していた時に、もう世界中の何百種類というあの民族楽器からいろんな素材から演奏する中で、グラスからこんなに美しい音が出るんだということを、あの衝撃を受けたことから極めてみたいなと思って、グラスハープを始めました。あのグラスハープっての、グラスの中にお水を入れて音を奏でられるんですけども、プロの方っていうか本当にアルバムを出したり先任者って日本でたった一人大橋英二先生だけなんですね。本当にまだまだ皆様に認知されてないんですけれども、天地のささやきって言って本当に美しい音なので、皆さんもぜひ聴いていただきたいと思うんですよね。そうですね、おうち楽器としてもあのやはりおうちのグラスで工夫をすれば美しい音が出るということで、どなたにでも楽しんでいただけると思っております。ですからちょっとそういうのもなかなか難しいところもありますけれども、概要欄に先生のコンタクトの仕方も入れておきますので、ワークセッションもそうですけれども、プロの方のとも先生にぜひ尋ねて、このグラスハープ本当に広まったらいいですよね。そうですね、はい、天使のささやき本当に美しいんですよ。皆様ぜひぜひ皆様なさってみてください。はい、ぜひぜひそれではどうもごめんくださいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。エリ先生の着物は真っ白のリンスにピンクの洋花と刺繍、帯は同じく着物と同じ刺繍糸の入った袋帯、小物はエリ先生の優しい雰囲気に合うピンクを入れてみました。お着物がとってもよくお似合いになります。待って、ちょっと練習だけ。そうです、ね、ゆっくりゆっくりしっかりめに丸くやります。そうです。もう一回いきます。いいですか。皆様、グラスハープはいかがでしたか？美しい音に心が癒されましたね。このグラスハープは日本ではご存知の方も少ないので、もっともっと多くの方に知っていただきたいと思います。大橋英二さんのご依頼用は概要欄の方にございますので、ぜひよろしくお願いいたします。この見ればあなたも着物美人は、これからどんどん素敵なゲストにお越しいただきますので、どうぞお楽しみに。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタン、そしてコメントの方もどうぞよろしくお願いいたします。29年間365日毎日着物を着ております、着物のベンチャー香織でございました。